さこんにちは。マーティンダールィアクーボーイ。玉木星長話をする、スキーグテクです。人工衛星の余裕の仕事を言います。第一というのはね、陸域観測技術衛星で地図を作成して地震災害の予想を調べられるんです。日の出は太陽観測衛星、これ、太陽に関することですね。はい。ハッブル宇宙望遠鏡、これ、NASA の宇宙望遠鏡を体験がないため、天体や宇宙の構造の鮮明に捉えられることができます。はい。息はこれ、効率効果ガス技術、 衛星だそうです。これ。女かぼし対策に役立ってます。ISS、国際宇宙ステーションもありますし、はい。ひまわり7号を超え、天気予報のために使いますね。はい。スーパーバード C2 これ通信衛星ですね。はい。導きは、準天井衛星これ日本の真上に飛んで、本当に GPS による位置測定により正しく、きめ細やかなものとするそうです。はい。キク8号、キクさんじゃないです。技術試験衛星だそうです。はい。 GPS 衛星、これ、アメリカの空軍の衛星ですね。はい。まあ、はやぶさ、これ、小惑星探査機ですね。はい。というわけで人工衛星のいろいろな仕事でした。バイバイ。